大谷翔平が MVP を獲得、二刀流反対論者も手のひら返し、信じられないほど素晴らしい MLB フィリーズ62ドジャース、日本時間7日ロサンゼルス。ドジャース大谷翔平投手は今季3度目の MVP を手にするのか。シーズンも残り2ヶ月を切り米でも議論が加熱。米スポーツ局 MLB ネットワークではアナリストが最終的に大谷が獲得すると思います、と語っている。6日。 日本時間7日のフィリーズ戦前に放送された同局の番組、MLB TO NIGHT での一幕。同番組のアナリストを務めるハロルド・レーノルズ氏が、大谷はすでに30本塁打 &30 盗塁を達成しています。そして40-40を達成するチャンスもあります、と切り出すと、司会のマット・バスガージアン氏も、そして三冠王の可能性もあります、と同調。レーノルズ氏は、なので、私は彼を MVP 候補として見ています。 最終的に彼が獲得すると思いますと予想した。最も大谷のトベージには活躍に懐疑的だったという。同番組のアナリストを務めるダンプリーザック氏はスプリングトレーニングで大谷が投打に苦戦していたことを紹介し、ハロルド・レイノルズ。君は最初に反論した人の一人でした。私は打者としてではなく、投手としての方がお金を稼げると言いました。私はいいスカウトや GM になることはありませんね。 と笑顔で過ちを認めた。また、レイノルズ氏は、今季の好成績は、ドジャース遺跡を機にムーキー・ベッツ内野手とフレディ・フリーマン内野手が前後を、打つことが後押ししていると分析。昌平と勝負をしなければいけないのです。エンゼルスでは、陸の孤島でした、と語り、最後に、信じられないほど、素晴らしい打者です。アホみたいなパワーの持ち主です。打点はわずかトップと5点差で、打率と本塁打はトップです。 40-40、三冠王を達成できると思います。と、今期の異業に期待した。